こんばんは。前回の続きやっていきます。まず無料のガチャが2つあるんで、これやりましょうかね。上が星5カード、あ、3枚以上確定なんだ、11連ね。それと下が、プライムプレイヤーズって言って、レベル75の選手なんですけど、もう全部出来上がった状態で手に入ってきます。ちょっとデッキにもしかしたらいるかな、ちょっと見たけど今いないみたいですね。いないな。こう今ね、画面の一番上、ボグバだったらグレードが103で下にレベルってあって、今これ71、この選手は80まで上げれるんですけど、さっきのプライムプレイヤーズっていうのは75固定です。ただもう75で出来上がってるんですね。通常のカードは70スタートで、生贄が必要だったり、あと限界突破といって、LB ってポイント5万使うとレベル1上げれるんですけど、それをまあ10回したりとかで上げていくんですけど、そういうのがないです。もう最初から75の選手が出てきて、スキルとかも全部マックスまで覚えてたり、あとセンスって個々にこう今、EP っていうのが入ってるんですけど、こういうのがねもう全部揃ってます。全部 A のやつかな、もういいやつで全部こういう選手がね、こういうのも全部できてるし、このスキルも本当は最初から作んないといけないんですよ。こういうのを覚えさせて、でさらに素材使ってプラスにして、また次のプラスプラスにしてとか、そういう手間がね全部省かれてるのがプライムプレイヤーズっていう選手ですね。それもやりましょうかね。まず11連勝、あ、もう5周年なんだ、なるほど。でこれまずやりましょう。3枚以上確定みたいです。YouTube で教えてもらったんですけど、スタンドのハッターがね、107以上って言ってたかな。で、なんか金色になるって教えてもらいました。前は102以上だったんですけどね、変わったんですね。今111まであるんで、引き上げられたんですね。3枚以上出るってことは9枚目から出るかな。うまくいけばもっと早く出るかも。7、あ、出ないね。8、こっからか。99、101、ちょっとここら辺いらないな。お、107、あら、でも赤だったけどな。わあ、でもそうですね、使わないかな。あ、でもいいな、サイドバックいいね。ディフェンスだ。あ、でもフォワードなんだ。フォワードでサイドバックもできるんだ、すごいな。うわ、どうしよう、迷うな。ただちょっと育成ちょっと後回しかな。次はちょっとプライムプレイヤーズやりましょう。お、そうね、いいやつ出るの確定だからね。ここからね、選手が出てから変わります、数値が。最初出た数値から上がっていきますね。おお、109か、いいね。まあでも控えでしょうね。8300、あ、いいな、すごいでしょ、スキルで。これが特殊なんですよね、この紫のこのスキル。通常はスキルね2個しか持ってないんですよ、上の2つしか。で、特殊な選手がいて、セレクトスキルっていうのがあるんですけど、それとはまた別にこのプライムプレイヤーズの選手専用の、まあ、特殊なスキルですね。こういうセンスもね、 A のやつがこんなにねなかなかつかないんでいいですね。どうしよう、控え、まあでも控えかな。これが今のデッキで、まあ、フォワードここですよね。全部1万超えてるんで、8000の選手とかないと思うんですよね、スタメンで。だからこう今からゲーム始める人はいいんですよね、ああいう選手がいた方がすごく助かると思うんだけど。変えようか、ここガザールとか。今の選手どこ行った、違うなこれ。ガザルとかいう
控えで疲れた時に変えるみたいな感じですかね。今やってるイベントがロナウジーニョのコラボイベント始まってます。ライジングスタジアム終わりました。報酬あるんだね、もらっとこう。うわすごいな、 53,124 位なんだ、全然だね。で、こっちはねストラックアウトみたいな、数字が売ってあるボードみたいなのが出てきて、これ今これですね、これを番号ついてるチームと試合するんですよね。今だったら257だったかな、残ってるのが2で試合して、あと5と7で全部開けて、まあ、次のパネルと交換みたいな感じですかね。でチケットを手に入れて画面右下、今24枚あるんですけど、くじ引きです。このボックスで中身がこんな感じですかね、こういう風になってます。で、交換も確かね変えることもできるんだけど、何回かくじ引きしないと変えられなかったような気がする。これが最初のボックス、2番目3番目とか確かどっかでいるんです。あ、これはレジェンドなんだけど、なんちゃってです。レベルが80までしか上がらない。レジェンドカードって通常90まで上がるんだけど、このエクストラっていうやつは80までかな。あ、いいねこれユニフォーム、このボックスの7とかいいですね。ちょっとここら辺欲しいな。あとまあこういうのもいいね、限定エーセンス付きとかいいですね。とりあえずまあこんな感じになってます。ちょっと試合をします。ただ勝つんで3点ぐらい取ったら飛ばそうと思います。2-5だから 2ですね。この GP も10ですけど、だんだんこのポイントも上がっていったと記憶では思います。最初は10スタートで上がっていくんじゃないかな。試合は勝ちます。自分がこれですね、181,707で、コンピューターが7479です。でさっきのプライムプレイヤーズもあの控えに入ってるデッキですね。さあキックオフ。お、いきなり中央から仕掛ける。上が黄色、下が黒が、これ自分ですね。で緑のユニフォームがコンピューター。これは自分が着てるユニフォームはワールドマーケットだったかな、その時手に入れたユニフォームだと思います。で5周年で今やってるんで、多分また5周年記念のユニフォームが出てくるんじゃないかな。オッケー、相手7000しかないんで戦力。自分の持ってるロナウジーニョ弱いんですよね。104だったかなグレード。 OK 一旦ここで飛ばします。試合勝ちました。16対0だったかな。この後報酬があると思う、チケットもらえるかな。クリアしてあと2枚だな、まあ、こういうイベントになってます。チケット集めて最後にくじ引きやるっていう。あ、1枚ね。 OK、 今チケットもらいましたね。レジェンドカード 10% のやつかな、確率。ちょっとねまた枚数少ないんで今回はやめときましょう、くじ引きは。ここはランクマッチになってます。なんとかキープしてますね、ダイヤモンド。月が変わった時にダイヤモンドキープしてると、画面左上のこのコインなんですけど2930って、ここに超ブーストホイッスルっていうのが補充されます。今ここも交換してるないよね。うん。で月にここに超ブーストホイッスルって補充されるんで、次は11月かな、11月になってる時にダイヤモンドにいると1000枚ぐらいだったと思います、コイン交換できます。それがあるとブーストの9と10にするときに必要な素材になってます、超ブーストホイッスルっていうのは。試合しましょうかね。条件達成で、ポイントボーナス可能だったら2、3月買って数値2倍でも、ちょっとシュート7本無理かもしれないんで、まあ、このまま BPM も全部使いましょうかね。わー強い、
全部相手のが上だ。選手のカードの左下のこの王冠のマークはセレクトスキルって特殊なスキル持ってる選手。自分は5人いますね。10人だ相手。このブスケツ以外全員持ってるわ。これちょっと無理かな。強すぎるな。2失点以内に抑えたら1320入っていきます。自分にちょっと厳しいかもしんない。これは一方的になるかも。あの上白、下がちょっと青っぽいユニフォームが 対戦チーム、黄色、下が黒が自分ですね。これ対人戦です。います。いやー、おお、いやー、強い。強すぎるな。いやー、今の取れたでしょうって思うけど。さあ気持ちを切り替えていきたいところです、画面の右上にサイド攻撃、左にフリーって、右が対戦チームの戦術、左のフリーが自分ですね。さあ行く、打てー。うわー、キーパーすごい。デヘアで110って。自分もデヘアなんですけどね、103だったかな。強いな。うわー、これキラーカードだ、レバンドフスキ。しかも109。いや強い、強すぎるな。やっぱカードの質が全然違う。いや取られちゃうよね。あのショータイムって特殊なスキルね持ってるんですけどね、ロナウディーニョ。打て、ああ、打ってくれ。うわ、キーパーが素晴らしい。画面左の赤い丸と青い丸と黄色い丸は、黄色はボールの位置ですね。おお、やった。で、青が自分たちで、赤が対戦チームの選手の動きを表してます。よく返した。メッシがこのチームで一番高いかな、グレード。これ100、相手のすごいね、レバンドフスキがキラなんですよね。キラーカードっていうのは、あの選手のカードが、ね、光ってるやつがあるんですよ。109だったと思うんだけど、レバンドフスキでも、レベルそれにプラス3ぐらい、ノーマルカードのぐらいの数値が出てますね。画面右にサイド支配レベル3って出てるのは相手チームのスキルです。おほほ、いいよ出だし。こんなんなかったね、演出。これ新しく追加されたやつかな。今まであんなダンスしてなかったと思う。同点に追いつきました。中央に預ける。ロナウジーニョはショータイムって特殊なスキル持ってるんですよね。多分対戦チームのこの選手も持ってると思うんだけど。やばいよ。いやー、あっけない。打ち合いになってるな。こういう対人戦で画面の向こうにいるんですよ。で、あの、なんだろう、この画面左のこれで相手とこう、なんだろう、会話はできないんだけど、うお、危ない。煽ったりとかね、そういうのがね、あったりするんですよ、ここに。ゴールとか出せるんですけど、ね、僕はやったことないですけど、煽られたことありますけど。打てー。おほほ、嘘でしょ。103でしょ。これグレードが低いからね。ロナウドが103で、ロナウジーニョが104でって、まあ、メッシが一番高いけどちょっと弱いんですよ。キーパー103だし。いやー、おいおいおい、おお、狙ってくるんか、ここから。いやー、完全に打ち合いになってる。あと14分ぐらいですね。
前半45分、後半45分で、このゲーム内の時間なんで通常よりずっと早いです。画面の一番上の真ん中に時間が90になったら大体終わりです。うわ、狙え、あ、狙うんだ、打てーすごい、いや、こんなダンスしてなかったもんね、これ。これ新しいよ。さあ、ゴールを奪った後のキックオフとなります。お互い打ち合ってるもん。危ないな。やめてくれ。うーわー。決められてしまいました。あと5分ちょっとぐらいですけど。チャンスもう一回ぐらいあるかな。キックオフです。あのレバンドフスキーハットトリックぐらいしてない？3点取るってことですね。いや、こっちもこっちメッシだ。すごい、 PK まで行きそうな感じになってない？メンバーチェンジのようです。同点に追いつきました。あと1分ぐらいですけどね。シュート打ってほしいわ。これはファール。もう狙え、こっから。あー、打て。いや、 PK か。ちょっと負けますね。 PK ってやっぱりグレードがかなり影響してるんで。いやいや、最初相手が失敗したとしても、相手のデヘア110ですよ、キーパー。お互いすごくない？こっちのデヘア103なんだけど。おお。でもまあ負けだろうな。シュート決めてくる。シュート止められた。ねえ。すごいな、キラーなんだメッシ。決めてくる。いやー、あの星さんでキラキラ光ってる、うわ外した、カードがあって、その選手を重ねるとキラーに変わるんですよね。これもキラーだ。いやー、負けちゃった。でもまあいい試合でした。一方的になるかと思ったんだけど、すごくいい試合でした。そこまで悔しくない。試合に負けたんでコインが3枚ですね。勝てたら6枚でした。 BP4 使ったんで 3×4 で12です。いやー、これ惜しかったな。勝ってたら全然違うんだけどな。これ今マイナス900されてるんで480しかないですけど、勝てたら1022、600足されて、1620×4 になってましたけどね。まあしょうがない。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。